4月16日今日がおお誕生日日の皆さんおめでとうございます今日はチャップリン1889年のこの日に生まれたチャップリンチャップリンさんはイギリスで生まれた映画の人ですけれどもモダンタイムズとかライムライトとかそういった作品がとても有名ですよね。 ちなみに、今日は、二時三時の中では、せんの誕生日ですね。美味しいものを食べてほしいなって、なぜか思っています。<laughs> チャップリンといえば、映画ですけれども、最近映画も見れてないなぁと思うので、なんだか、 映画を見たい気持ちになっています。やっぱり映画っていうと、うん、今では音がある、声があるのが当たり前ですけど、昔はこう、音とかもなくて、声とかもなくて、その場でこう吹き替えたりとか、そういうこともあったみたいですね。でも私はお家で見る映画もとてもいいなと思いますが、 映画館で見る映画っていうのは、やはり格別だなぁと思います。素敵な映画。今月は、あのー、一つくらいは <laughs>、見れたらいいなぁと思っています。自分のスケジュール管理をすればきっと、きっとお休みの日に <laughs>、シスターを誘って映画に行くのも、 なかなかいいかもですね <laughs> 皆さんも何かおすすめの映画とかあったら教えてくださいいつも言ってる気がしますが <laughs> それでは今日も行ってみましょうちょこっと英会話フレーズ今週は気持ちを表現するフレーズをご紹介しています I'm excited for tomorrow <laughs> 明日が楽しみだなえー、自分の発音の悪さにちょっと笑ってしまったわけなんですが I'm excited for tomorrow <laughs> 明日が楽しみだな例えばまあこうやってお話をしていて約束をしてああ明日が楽しみだな <laughs> エキサイティングフォートモールを使ってみてください。えー、発音は皆さんあのもっとよく言った方が伝わると思います <laughs>。それでは最後に今日のクレアの猫ちゃん、おみくじ。えー、今日のおみくじはこの猫ちゃんたちの登場です。どんどんどんど <laughs> んえー、この中から一匹猫ちゃんを選んでみてください。 選べましたかそれでは、この猫ちゃんを選んだあなた、今日は小吉です。そんなあなたのラッキーご飯は、チャーハンです。この猫ちゃんを選んだあなた、今日は中吉です。トマトのパスタがラッキーご飯です。 そして、この猫ちゃんを選んだあなた。今日は、大吉です。キーマカレーがラッキーご飯です。どの猫ちゃんを選んでも大丈夫。今日の、ラッキーおもじないは、今日やりたいことを一つ、付箋に書いて、 一番目につくところに貼るです私もすぐ忘れちゃうから今日やりたいことを付箋に書いて貼っておこうと思いますそれだけで達成感が味わえるでしょうそれでは今日は火曜日少し疲れ4月ですからね疲れも出てきてるかもしれません一緒に今日素敵な日になるように頑張りましょうねそれでは今日も元気に いってらっしゃーい <laughs>